今日は名古屋城の本丸御殿で名古屋城子ども王位戦が開催され、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が小学1年から中学3年までの各学年ごとの大会優勝者合わせて9人を相手に指導対局を行いました。藤井七冠は9つ並べられた将棋盤の前に次々と立って真剣な表情で将棋を指し、対局後は一転して柔らかい表情で子どもたちにアドバイスを送っていました。自分でこう言っていってこう考えるという姿勢をこれからも大切にしていってほしいと思います。藤井七冠は今月18日に名古屋で行われる王座戦第2局に臨みます。